いはい、イタルです。本日は赤倉観光リゾートスキー場に来てます。この人たちとラインスケートのマキコです。うずらです。王様です。ラフィースケート TV の皆さんです。すごい頑張ってくれてますけど、カットしようと思ってます。ありがとうございます。あのね、皆さん、今日ね、赤倉観光リゾートスキー場、はい、フリーランもパークも、はい、ね、綺麗なホテルもみんなが満足、赤缶なんですけど、最高です。今年ね、ちょっと雪少なめで、まだね、いつものパークの形になってないんですよ。なんですけど、今ならではの遊び、はい、ミニクロスコースってのがあるらしいんで、ちょっとね、それをね、みんなでもこう危なくなく体験できるんじゃないかなと思ってますんで、はい、ちょっとそちらの方チェックに行きたいと思います。しー、ヘーブン並んでます。おお。トイレはスカイテラスをご利用ください。生派ですね。あ、出た。妙高でも。やばい。生み出しましたね。やったった。吉野もあのさ、牧子さんが超斬新な倍の付け方しちゃって、後ろと前逆なんだよ。ディガー隊長の吉野マンとパトロールの春之助です。あっちね。ミニクロスコースができます。あ、ミニクロス。私できるやつですか。多分できます。あれだよね。ボックスとかやるより安全だよね。安全ですよ。しかも雪積もってるんで、だいぶウェーブ緩くなりました。ね。はい、ミニクロスコースですかね。ちょっと行ってみたい、通ってみたいと思います。はい、いずれ真彦さんにもやってもらいましょう。こういう感じ、こういう感じ。おい、あ、わー、おい、おい、で、おい、おい、バンク、バンク、おい、あ、すごい。え、どうなってんのこれ。あ、そういうことか。なるほど、なるほど。これは面白い。これは面白い。なるほど、なるほど、なるほど。で、こういうものが出来上がってます。すげえな、赤缶。赤缶楽しい。はい、来ました。ミニバンクドコースです。はい。はい。そんなにね、いつもあるもんでもないんですけど、今シーズンはね、はい、多分あのディガーのヤンさんの趣味で、あっちね、あ、ミニクロス、はい、ヤンさんありがとうございます。ありがとうございます。で、まあこれ結構 長めなんで、ちょっとセクション絞って、はい、最初に3つウェーブっぽくなってるんですよ。はい、これわざとちょっと通りにくくなってません？こう角場がけて浮いちゃいそうな、でこれ浮いちゃいそうな角場っていうとこ吸収、膝柔らかく吸収して、浮かずにパンパンパンで行かせるものですね。なるほど。はい、からの左曲がりバンク、はい、コーナーみたいな。多分ラフィンの皆さんはいつもスケートパークで、はい、ボールでカービングしてるんで、はい、得意なやつです。あ、得意な、よかった言っちゃった。でその、左曲がりのバンクの次に右曲がりのバンクですね。あそこまでを綺麗に滑れたら、はい、合格ってことにしようかなと。イエーイ。また妙高に来てもいいぞぐらいな。やったー。妙高出禁になるから。そうだ。やだとかっていう感じでどうです？まあでも、でもしかしたら全員ね、一撃で全部できちゃうかもしれないんで、はい、まあ、だから3コブ、1,2,3 コブと1バンク、1バンクだから2バンクか、はい、だから5セクションっていうのかな、はい、ウェーブ、ウェーブ、ウェーブからのバンク、バンク、はい、これをクリアしてもらえれば、はい、私の動画的には、はい、OK とさせていただきましょう。イエーイ。じゃあ誰からいきます？はい、いきます？はい、じゃあまずトップバッター王様ってことですね。頑張ります。頑張れ。王様やりたくて仕方がない。あ、やりたくて、やりたくて、うずうず、はい、やりたくて、やりたくて、震える。あ、はい、大変です。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあ追いますよ僕は。ありがとうございます。ちょっとお待ちください。スタンバりますんで。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。シー、はい、ではラフィンスケートクルートップバッターを、玉丸王様よろしくお願いします。王様、玉丸王様、
いたけど、あー、はい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 、あ、そっちのバンクはいい、はいはい、オッケー、あ、どんどん、あ、あー、なるほど、あの、打ち合わせではですね、そこのバンクが終わったら止まれって言ってたはずなんですけど、ただこのバンクに関してはちょっとね、うちを通り過ぎてたとか、そのバンクに入ってないような気がしましたね。内心勝ったって思いました。あ、ちょっと待って、内心勝ったと思います。今のね、1個目のバンクで、はい、バンクに入ってなかったんで、はい、その下のバンクは使ってたんですけど、はい、なので60点です。はい、実力不足です。あ、すげえ、謙虚、謙虚の王様。はい、なんだうずらさん。じゃあ2番手うずらさんですか。はい、2番手はなんとうずらさんらしいんで、うずらさんすごいな、もう横乗りビギナーのはずなのにこんなことまでさせられている。それではラビンスケート2番手うずらさんお願いします。うずらマネージャーが来ますよ。さあ1個目のコブ、そこコブなんだ。はい、1個目、はい、2番、上やった上やった、はい、浮いちゃいましたね。もっとね、膝を柔らかく吸収してください。最後までたどり着けなかったんで35点。あ、35点です。大変だ。じゃあ、じゃあ3番手マキコさん大逆転なるか。それではラフィンスケート3番手マキコさんがお願いします。さあ1個目のコブ、はい、クリア。2個目、あ、浮いた、あ、ええよええよ、さあ、ドボン、てれてれって。うざだ、王様に勝ちたい。残念。転倒が激しかったんで、はい、23点。今のところマキコさん最下位です。マキコさん2連続エアーしてましたね。エアーしちゃいけないはずなのに。飛びます。じゃあ王様よろしくお願いします。さあ1個目の番。さあ今。王様スタートです。で、1個目のバンク、うまく、はい、うまい、あー、どうですか、あー、うまい、うまい、あ、来た、完璧、おー、あ、おー、これはいいですよ、ほぼ、あー、決めきれない男。でもこれはさっきよりもはるかにいいですね。さっき言ってたコブの後のバンク、うまくバンク内に入ってくれてたんで当たってましたね。85点出てしまいましたよ。すごい、もう勝てない。いや、もう主人公なんで、これはしょ、はい、頑張る。はい、じゃあ飛ばない方法はどうしたらいいの。膝をね、柔らかく、どうしても突っ張っていくと浮いちゃいますし、あとその上りの斜面にこう後傾になっちゃうと急な下りになるのに、またその斜面に対して軸が合わないんですよね。こう自分の全て軸を崩されないっていうのも一つポイントになるかもしれないですね。はい、膝を柔らかく吸収、吸収の鬼。アイス、職場で嫌なこと言ってくるやつがいても、はい、さらりと受け流すんです。吸収してしまう。はい、で、左耳で聞いても右耳にスンって抜かす感じというか。はい、吸収です。そうですね、ここにコブがなかったから。そうです、コブがない感じ。はい、足突っ張ってると、はい、頭の位置がこう上に行ったり下に行ったり上に行ったり下に行ったりするんで、はい、膝を柔らかくても頭の位置変えずとも、この体だけが吸収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 ってできるはずなんで、はい、それでいきましょう。目指せ吸収男児。あ、女子ですね。はい、90。はい、おっしゃ、さあ、さんお願いします。まずは1個目のコブ、1コブ、あ、吸収、あ、2吸収3吸収、あ、いった、バンク、あー、コースアウト、残念、あー、最悪だ。動画的にはかなり美味しいです、ありがとうございます。うずらさんはでもさっきより良かったんで52点。おっしゃ、マキコさんお願いします。それではリベンジお願いします。吸収中、あ、すごい、そんな1個目を乗り越えないぐらいの
ソフトスタート。あ、風が吹いてきた。あ、すごい神風。いける。あー、いけない。いけない。いけない。やっぱね、ここ飛んじゃうと着地した後にエッジどっち使おうかってこうフラフラしちゃうんですよね。なんでマキコさんの場合はここグーフィーでこうなんてトーサイドのカービングでいけるのが理想です。はい。だからフィールドで近づいたとしてもバンクのこの傾きを使ってエッジをつま先側に切り替えて体倒して、はい、このバンクに合わせるですね。もう一回やりたい。はい、ま、さん、はい、ちょっとお手本を。あ、なるほど、ぜひ。わかりました。見ててください。はい、さあ藤沼至るプロお手本を見せていただけるということで、今バートンステップオンに軽々と足をはめました。ゼッケンナンバー4。さあ今スタートラインに立ちました。はい、どうぞ。目ん玉ひんむいてよく見ててください。来ますよ。あ、まずバンク。はい、こんな感じでございます。すげえ。ちょっとね、あの説明見えにくかったんですけど、はい、スノーボードに愛された男藤井は滑れてしまう。滑れてしまう。はい、滑れてしまいました。さすがでございます。ありがとうございます。もう一度来た。おー、あー、めっちゃノーズ。危ない。おはようございます。あ、吉野マン。あ、吉野マンにちょっとお手本見せてもらっていいですか。あのグーフィーなんで。あ、吉野マングーフィーだからマキコさんのお手本になれるんじゃない。なんと吉野マンがこのセクションの海の親が来ましたよ。隊長、隊長お願いします。お願いします。さあ来い海の親。はい。おおおお、なるほど、ありがとう。イエーイ、素晴らしい。これはもう高得点ですよね。ありがとう吉野君。ありがとうございます。98点。2点どこ行った。そう、いいですかね。あの、なんとなく2点引きました。多分本気出したらあのバンクのギリギリ上とかも通れたと思うんで。うわ、なるほど。はい、まあ、別に上がいい下がいいはないんですけど、はい、あのなんとなく2点下げときました。クロスサーなんですよ彼女。クロスサー、ヤンさん、ちょっとあっちね。ミニクロスコースができます。あ、ミニクロス。ヤン、お願いします。お手本。頑張ってね。あの海の親と言っても過言ではない。なる、あ、漕いでる漕いでる。うわ、速い。うわ、うまっ。おお、こいでたー。すげえ。風感じました。あ、飛んでった。は、早い。どうですか？かっこよすぎでしー。どうですか、お宅の授業員？完璧ですね。こいでますね。あ、こいで。ね。タモの王様。来ました。もう100点出してください。もちろんです。お願いします。できますよ。さあ、よいしょ。あ、うまい、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 うまい、ここまで完璧。よいしょ。まあ王様はね、さっきあの上手にできてて首位をキープしてます。じゃあ宇田さんですか。はい、浮かずにペタンコペタンコソールをつけていきましょう。お願いします。はい、1個目。はい、2個目。はい、3個目。よいしょ。あ、いい。あ、あマイコさん、思い出してください。ボールのカービングを思い出してください。多分あそこまで行っちゃえばいいんだけど。そうなんです。行く手前で浮かされちゃってるからですよね。そうなんです。圧はかけて、はい、リラックス。はい。すごい、何か答えを導き出したし、圧をかけてリラックスって呪文のように唱えてました。お、自分なりのスタート位置を。宇田さん、これあれじゃないですか。押します。あ、いける、いけ。すごい、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 すごい。一個目をスタート。あ、あ、あ、いける、いける、いけ。あ、いった。あ、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 わー。完走、完走ですね。これでエンドにしていいんじゃないですか。どうですか宇田さん、リベンジします。
よし、じゃあさあ、あの主役がね滑り切ったんで、あのもうエンディングをエンディングにしようと思ったんですけど、はい、マネージャーが火ついちゃって、なるほど、もう一回だけやらせてくれてたんで、もう一回これ次うずらさんを最後にしましょう。次のうずらさんをラストにしようと思います。はい、やったどうでした？あのすごく良かったですよ。でマキコさんが完走したんでもうエンディング迎えようかなと思ったんですけど、うずらさんに火がついちゃってもう一回やらせてくれってうずらさんに決めてもらって、はい、エンドにしようかと思います。はい、ね、頑張ってうずらさん、頑張って頑張ってリラックス。でもマキコさん行きましたね。1個目をめっちゃスローで行ったからあれですか、スピードがちょうど以外になったんですかね。いいえ、オーバースピードにならず教えていただいたんです。あ、なるほど、吉馬の教えで、はい、そうですよ。ずりい、そのおかげです、ね、ずるいですね。女の子だからってサービスがあってずるいです。じゃあうずらさん行ってみますか。お願いします。ラストチャレンジ、いや頑張ってください。さあ1個目2個目3個目で体倒す、左左左、君の心へ続く、倒す倒す、倒す倒す、倒す倒す、ドラマチック。いやでも今までよりもはるかに距離が伸びましたよね。はい、素晴らしかったですよ。楽しい、ここじゃああれですか、うずらさんを迎えてエンディングします。いやもういいです、このままで。あいつごときは待つ必要ない。じゃあ吉野マン、ありがとうございました。吉野マンさん、ありがとうございました。こんな楽しいところ作ってくださって、ね、いや本当になんか珍しいイメージあるけど、あんま普段今まで、もう今日のために作って、あ我々のために。すごい、これラフィンスケートクロス、すごいですよ。ラフィンスケートクロス、これが営業トークってやつなんですね。あ、なるほどなるほど。いやいやいや、あの雪がちょっと少なくていつもキッカー作ってるんですけど、はい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 、ちょっと作れないんですけど、遊び場はちょっと作りたいと思ってコツコツ出た作ってました。企業努力ですよ。すごい、もう手作業です全て。はい、これが企業努力ですよ。手で雪固めてポンポンポン、雪全部持って手で雪固めてポンポンポン、雪もそういう手作業じゃないですか。あのダンプとか、そうそうそう、機械じゃなくて、すみません、ちょっと日本語が弱いんで、はい、はい、海外の方みたいで、手で言うと本当に手でしかやってない。あの日本語勉強してます。日本語勉強、わかりました。前と後ろとか今勉強してます。あ、わかりました。はい、お願いします。本当のギャングのなれるのか。お、毎日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 前日ってそっちじゃねえ、こっちだろ、どう考えても。めちゃくちゃ後ろ見てた。ごめんなさい。イエーイ、ここ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 赤倉観光リゾートスキー場の企業努力のおかげで最高です。我々が楽しみましたんで、はい、ね、今シーズンね、小説ながら楽しいフィールド用意してますんで、皆さん赤倉観光リゾートスキー場へお越しくださいま。しいい役だった。チャンネル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 登録してね。よろしくお願いします。